することあるかもしれないし、別にな、俺が断ったって別によくね、別に俺ごときがさ、コラボを断る断んねえとか話やろ、別にどうでもいいやろ。他の人誘えんだよ、他の人な、便所太郎だろうが誰やかわかんねえけどさ、ただあの石川紀之のなんか今度襲われしたら絶対出るね。うん、石川紀之がなんかね、俺誘って企画とかなんか誘ってくれたら絶対出る。俺も全部さあ、全部っていうか最終的に断ってんのよ。一ヶ月前とかに断ったりとか、あとは最初から断ったりとかしてんのよ全部。なっけ、年末にやるやつとかさ、新年にやるやつとか、配信者集まって座談会みたいなさ、全部俺断ったりとか、山登りもそうだし、山登りも2回誘われて、ね、1回目断って、2回目誘ってくれた時は途中でやめて、そう、だから誘われなかった。もう、だから誘われるのが全くおって、誘われなかったの、それから。全く。で、ね、俺いろんな配信者、自分がツイッター、お互い総合フォローしてる人にみんな LINE ね、登録してくださいって送ったのよ。でも、俺唯一送んなかったのが石川紀之。そう、石川紀之は LINE 交換してくれたそうだなと思って送んなかったの。そしたら石川がなんかコラボ配信で言ってたから、コラボ配信で俺には LINE 来てないんだよなって言うから送ったんだよそれ、そしたら石川から来た、LINE 登録が来たよ。自白でも来たでしょ、来たんだよ、だからもしかしたらね、コラボあるかもしれない、嬉しかったよ。なんか石川がね、あんまね、配信者と LINE のね交換をしないみたいなこと聞いてたんだよな。まあなんか機会があればね。よかったよ。まあでもいろんな配信者、俺、今80人ぐらい多分配信者、80人は言い過ぎか。40人ぐらいか。登録してんな。シロちゃんいらっしゃい。俺石川好きだもんだって。好きよ。お前帽子かぶってサングラスしてマスクしたら男前だなって。全然今の話と関係ねえし、もう見えねえだろ、俺。まあいいや。なんかあのカップルさっきからうろちょろしてんな。おはようパイセン、ボクちんいらっしゃい。これこれとコラボ。だからコラボは基本的にしないっつうんだ、俺。さっきから言ってるけど、やっても月1ぐらいですって、コラボは。月1。せいぜい。な、俺コラボをいっぱいする配信者じゃないからさ。で、女性と二人きりのコラボは絶対ない。絶対ない。気持ち悪い。それはない。誰とコラボしたではないって。別に俺コラボしたいわけじゃないんだから。普通に放送したいだけだよ。自分で雑談を。